それか、それか、それか。ボリューム下げてください。 OK OK、 危なかったですね。最初にこうやって口パクでやったんですよ。で、以前にも1日ほど何回もそれやってるんですけど、ボリューム上げすぎて、聞こえない聞こえないとボリューム上げてたら、で、僕はいつも普通に喋り出してわーって言って焦ってコーヒーをキーボードにこぼしてしまったっていう方がいらしたんですね。ちょっとね、それは申し訳なかったんで、今は、徐々に徐々に徐々にですね、ボリューム上げてもらいました。いいですね。やはりこうダメで人に損害を与えるというのはとても、良くないことでございますので、今回は、ネタを振りながらもしっかりとリスクヘッジをしておきました、OK、大事ですね。 OK、 じゃあ行きましょう。このチャンネルではネイティブが毎日に使う英語表現を私クイズ形式でお届けしてます。でクイズ形式にするとなんかこう覚えやすくなるんですよね。なんだなんだろう、あ、わかんない、なんだ、あ、それかって、知ってた知ってる、それ知ってる、出てこないなっていう、なんかそのね、一人漫才みたいな感じでやるじゃないですか皆さん。それがやっぱりこう覚えるのにすごく重要なんですよ。なので、しっかりとこのクイズ一応考えてくださいね。とりあえず考えてもらって、わかんなくてもいいんですよ。考えるのが大事ですからね。せっかくというか脳みそを使うとなんか知らないけど覚えやすくなる、そんな感じです。 OK、 じゃあ行きましょう。今日何でしたっけ。あ、まだ決めてません。これ英語で何て言うでしょうか。3秒考えてください。OK、 では答えです。答えは I haven't decided yet。 OK、 I haven't decided yet。 yet は実際あってもなくてもいいですよ。なくても I haven't decided、 まだ決めてませんっていう感じになるんで、どちらでも構いません。 OK、 OK。 でも I haven't decided っていうのはもう決めてませんっていう時は絶対この表現を使うんですよ。で、よく生徒さんにまだ決めてませんって何て言うか知ってますかって言うと、I don't decide とか、I didn't decide とかいろいろ言うんですけども、まあ、I haven't decided が一番よく使われるんで、で他は使わない、I didn't decide、I don't decide って他の意味になってしまうので、基本的に使わないです。OK? なので、なんだっけ、使わないで、こっちだけ覚えておいてください。OK? で、まだ〇〇してませんっていう時も、I haven't 〇〇 yet って結構使ったりするんですね。で、〇〇のところには動詞の3つ目のやつありますよね。Go, went, gone みたいな、gone みたいなやつですね。その3つ目のやつを入れます。一応、過去分詞って言われるんですけども、僕の中では過去分詞ですね。過去分詞。OK? 過去分詞よくわかんないじゃないですか。過去の分詞？意味わかります？過去の分詞です。過去の分詞ですだったらわかりますよね。ああ、なるほどみたいな。なので、文法用語よくわかんないなみたいな人は、過去分詞っていうふうに覚えておいてもらえると、なんかわかんないけども、たまにこう過去の分身っていう意味でその同じものだったりしますよね。過去と過去分身っていうのがね、2つ目と3つ目同じだったりするんですけども、たまにちょっと違ったりするんですよ。それはちょっと分身の術がちょっと失敗しちゃったみたいな。で、 went と gone めちゃくちゃ失敗してるんですよね。 OK、 なんだけど影分身じゃない、なんだっけ、過去分身なんですよ。これすっごい失敗しちゃったバージョンで覚えておいてください。 OK、そうするとだんだんゴーンがなんか可愛く見えてきますよね。ちょっと失敗しちゃったね。文字全部違うじゃんみたいな。OK、そんな感じで思ってもらえると、今までのゴーンなんで、なんゴーで went? でゴーンなんか戻ってまたつけちゃったみたいな。なんでって思うんですけど、ちょっとこう、なんだっけ、失敗してた分身とか思うとなんか可愛く見えてくるんですよね。いや、OK、OK、そういうふうに考えていきましょうね。OK、そう、こういうやつやりましょう。ちゃんとした発音やりましょう。Okay? リアル発音記号やりましょう。I haven't, I haven't. あ、さっきやったっけな。まあいいや。I haven't, ha-ah です。ah, okay? なんていうかこれ。顎ずらしの形です。I ha-ha-ha. 僕らが ah の音出すとき、なぜか顎をずらすんですよ。見ててくださいね。ha-ah. ha-ah. どうしてもやっちゃいません。ha-ah. I haven't。 ああ、やっちゃうんですね。OK、なので皆さんも、もう、実際こう、I have ってちょっと軽く押してくださいね。これ結構思いっきりやると僕みたいにここ痛くなっちゃって、なんかそれ以来カシャカシャになるんですよ、ここは。一回レッスンで、この動画レッスンでやったんですよ。それ以来カシャカシャになるんですよね、この辺が。なので、なんとかなんとかしようみたいなやつですね。皆さんにはぜひそういう風になってほしくないので、I haven't。マイクどう終わった ?I have, OK。
軽く軽めで、あーで、ハーブーン、ブルーレット、顎外しの K からのブルーレットを暗く、ハーブン。で、N で下唇につけてください。な行、な、なっていう時に舌が口の上についていて、離れると、なって出ますよね。離さないでつけておいてください。ハーブン。で、はい、ハーブン。で、N と T、両方ともそれでいっちゃうんですよ。なんて言うんだっけ、そういうの。一石二鳥。Okay? I haven't. で、decided. で、じゃなくて、で、ちょっと、での、でなんだけど、ちょっと意味戻すみたいな。で、decided. decided. 後ろから二つ目の D は、ラ行です。ラ行の 50% 引き。decided. で、レの 50% 引きです。何が 50% 引きかっていうと、レっていう時に下つけますよね。で。口に舌をつけて話すとレって出ますよね。で、これを、半分ぐらい、ね、みたいな感じでつけてください。I haven't decided. I haven't decided. 最後の D をつけちゃってください。I haven't decided. おかしいな。I haven't decided. ですね。最後ちゃんとつけるんだから、ちゃんと目パッチリさせてみましょう。OK? じゃあ行きましょう。I haven't decided. I haven't decided.I haven't decided. I haven't decided. Okay, very good. そんな感じですね。じゃあ、yet もつけておきましょう。yet. yet. yet. Okay, じゃあ全部つなげて。I haven't decided yet. 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 OK, very good. バッチリです。OK, じゃあ引き続き練習しておいてください。発音をやればやるだけちゃんと身について、英語表現と発音、両方ともやればやるだけ身についていくんで、時間があるときに、ま、あの、結構暇な時間ってあるじゃないですか、間。隙間時間。隙間時間にどんどんぶち込んでいってください。OK?OK,、okay? okay, so thank you very much for watching and please watch my next video lesson too. OK? Till then, see you guys. Bye!